配信開始でマイクテスト。マイクテストですね。マイクテストですね。マイクテストですね。声がやつれてる。お疲れ様です。お疲れ様ですって相当ダラダラ今日やろうと思うんですけども、なんかマイクの設定がこの前おかしくて、あ、マイクの設定がなんか大音量すぎたんで、ちょっとリテイクで撮り直そうと思うんですけど、今日は2月19日ですね、土曜日。お疲れ様でした。まあ、とりあえずビール喉越し生飲みながらやろうと思うんですけど、あ、とりあえずね最近どうですか、オミクロン関係解決しないですね。困ったもんだよね。だから出かけられないんですよ、もう出かけられないから、さっきまで VHS の整理したんですけど、テープのね、でダラダラとそのプロレス番組をまた見てて、その中から CM を抜き出すってことをちょっとしばらくやってたんですけど、なんか80年代90年代なんかの時代はやっぱりね、勢いがあって、ちょっと今から見るとなんというか眩しく見えるな、やっぱり日本経済が落ちぶれてしまったってことなんでしょうかね。ちょっと残念だよね、そこは。まあ例えば映像メディアっていう話になってしまうんでしょうけど、その映像の一つ一つがやっぱりトリッキーっていうか、例えばコマーシャルなんか見てると、コマーシャル自体がやっぱりちゃんとしてるんですよね。ちゃんとしてるというか、その作り込みがお仕事としてやってるっていうか、まあ映像に対して夢やら憧れやらがあった時代っていうことなんでしょうかね。いただきますね。とりあえずなんだこれは、スンドゥプチゲっていうのですね。これを剥がしておけばいいのか、こうやればいいんですかね。スンドゥプチゲっていうのを食べようと思うんですけどいただきますですね。まあ最近は何だろうね、もう YouTube っていう存在があまりにもでかすぎて、まあみんな戸惑ってるっていうことなんでしょうけどね。もうここまでその一人勝ちになってくると戦略も立てられないよねどうしてんでしょうね皆さんね。まあ YouTube なんかで再生回数がまあ稼げる人っていうのはカリスマ性がある、あるんでしょうけどね。まあそういう人たちのなんていうんだかね、その歯止めの効かない感じっていうか、マネジメントがない感じっていうのに対する怖さというか、まあ危ない橋、危ないっていうかね、取り越し苦労のような気もしないでもないけど、まあよくやってるなってことだよね。まあなんじゃそりゃですね、そんなそこまで考察するっていうことでもなくてですね、そうそう、目下の問題としてですね、そのお金絡みで話すると、あのウクライナ情勢一つ取ってみても全然先が読めないんですよ。もう
どうすんだろうね。株やら FX の世界でいうとかなり危ない橋だぞこれ展開が読めねえからな。だから全部でも資金引き上げるとなるとまたなかなかそうでもないっていうかね、そういうわけにもいかないその低金利時代だからなかなかそういう決断もできないわけなんですけど、そういうこう勝負を求められるのがまた悲しい時代だよな。一昔前みたいに銀行に積んどけばいいっていう時代じゃないのがもう最大の問題ですよね。で、そうそう、まあこうダラダラ話してしまったんですけど、このタイトルがですね、まず今回の忘れてるけど、まず三崎港をうろついたと京浜急行で行ってきたわけなんですけど、あの三崎港自体は初めて行ったんですけどね、その関東圏に住んでるというか東京20東京に住んでる人が気楽に行ける場所ですね。ただ港自体はそんなにこう広くないんですけど、そのいろいろ施設というか、なんか船乗って40分行くとか、そういうふうにすると多分こう楽しめると思うんですね。ご家族で行くとちょっとした息抜きになるんじゃないかと思いますけど、いかがなもんでしょうかね。面白いと思いますよ、あれ行くっていうかね。それでじゃあこの小旅行の動画をっていうか撮影、ロケハンですわな、ロケハン的なことをやってきたので何かの参考になればこれ幸いなんですけどって感じですかね。一応ここのとこに貼っとけばいいのか。まあたまにはそういう息抜きなんかも大事だと思うので行けばって感じですけどね。行くと楽しめるんじゃないでしょうかですよね。まあ投げやりというか投げやりってわけでもないけど、なんだろうね三崎港、うん、京浜急行自体はその途中にですね戦艦三笠とかああいうとこもあるんで一日券みたいなのがあるんだよね。でまあ三笠と戦艦三笠とか見たら楽しいと思いますけどね。まあ閉塞感がすごいからね、たまには息抜き大事だと思いますけど先立つものがな、お金のかかることだからそう迂闊にはあれなんだろうけどね。あとなんだ、その今私たちの学校はですね、これとスノーピアサーをこうずーっと見るっていうことをやってたわけなんですけど、で今私たちの学校はっていうのはネットフリックスに入るといいわけなんですけど、まあゾンビものですけどね、学園ゾンビものだからちょっとしたこうなんていうのかね、青春だよね、青春歌謡みたいなこう青春的な側面もあるんで、うん、まあ青春だよね忘れてるものを思い出させられるよね、ああいう青春というのは面白かったですけどね。
スノーピアサーはスノーピアサーでちょっとセカンドシーズンになってからちょっとこう失速した気はしないでもないですけどね。話がどうしてもねジャンプ路線というかもう話を持ってるよねっていう感じなんでしょうかね。ただまあなんか考えさせられるドラマなんでそれなりに得るものはあると思いますんでね。階級社会っていうんですか、そのヒエラルキー的なものをさ考えさせられるよね。ただどうしてもああいうふうにはならねえと思うんですけどね。その例えば電車である必要がないと電車をぐるぐる走らせる必要はないなっていうこうね唐突に思い至るわけなんですけど、ただ見てる間はこう楽しめるよね。電車の旅行っていうんですかね。あのウィル・フォードさんっていうその発明家の人が作ったその電車じゃない、なんだパーペチュアルエンジンというか永久機関的なものを作ったらしいんだけど、だそれをいっぱい作ればいいじゃんっていうね。あと雪がすごいから、例えば路線がこうどうしても埋もれるんじゃないか問題があるんで、埋もれるよなあれって思うんだけどな。だからお話にはちょっとこうなんていう瞬間的に興ざめする瞬間あるんですけどね。まあでもなんつうの、地上波テレビでバラエティ番組見るよりは多分ね得るものはあると思うな。地上波がどうしようもなくこうどうしようもなさがすごいんで、そこは比較するとそっちにならざるを得ないっていうんですかねって感じでしょうかね。でまあ最近まあ今も TBS ラジオ聞きつつこういろいろ調べ物してるんですけどね。ちょっと景気がどうしてもねなんつうの景気次第なんですよね。要するにもうこちらとこちとらもう景気悪いともうさおとなしくしてないといけないわけなんですよどこにも行けねえじゃんみたいなね。まあコロナもなんとかしてほしいですよね本当に。でまあ最近のそのマイブームになってしまうんですが、まあ DVD ですね、川島雄三の DVD がいろいろ出てるわけなんですよ。川島雄三監督のですね、まあ、軽くこう見える段階で言うと見えるかな、まあいくつかですね、タイトルを読み上げればいいのかな。接吻泥棒とか、接吻泥棒ですよね、まずは接吻泥棒に夜の肌に島の背広の親分集に特急日本ですよね、特急日本に箱根山ですよね。まだ全部見てないんですけどね、今セーブしてるんですけどね。花影ですよね、花影と、なんだ、しとやかな毛だものと女は二度生まれるなんですけど、まああんまり見てる時間というかまだ見てないんですけどね。ただ
早めに見ないとっていうか消化したいんですけどね。花影じゃなく花影ですね。花影も面白かったな。で一番最近見たのは箱根山っていう作品なんですけど、箱根山ですね。見えるかな。これがねまたなんていうんですかね、若大将ものってわけじゃないけど、加山雄三と星百合子で、星百合子がね美人すぎるっていうね、美人すぎてこうなんていうんですかね、ときめきメモリアルですよね。ときめきメモリアルになってしまうと。で特急日本はまだ未開封なんですけどね、これは確か衛星劇場かなんかでやってたのを見たんだけど、これもまた面白い作品だったけどな。フランキー堺もなんかお亡くなりになっちゃいましたね。なんかだんだんこう自分が好きだった時代が遠くなっていくような感じして悲しいんですけどね。そういうのも、これは東宝のなんだろうね、最近の DVD リバイバルとしては嬉しいあれですけどね、嬉しいリリースなんだけど、まあいかんせんなかなか見てる時間がやっぱり1時間半2時間拘束されるんで、まあ慌てて見るもんでもないのでね。ぼちぼち行こうと思うんですが、で箱根山ってさ、箱根山まあ話大体その箱根のその開発戦争みたいなあれなんですけどね、その中に出てくる藤田観光、明らかに藤田観光の会社のやつがあるんだけど、その藤田観光自体がですね、もう今なんていうんですかね、風前の灯火っていうか、まあ会社指揮法なんかも読みながら言いますと、もう藤田観光自体が相当落ち目というか、なんていうかね、頑張ってくださいっていう感じなんですけどね。箱根は箱根でまた観光地としていい場所なんで、まあ近日中に箱根も行ってみたくなりましたかね。ただ箱根って結構でももう行ったからな、また未開の土地っていうか行ってないとこにまた行きたい気がするんですけどね。ただ箱根山を見たから、その箱根の風景をやっぱり撮りたい気にはなったな。なんか小涌園とかそのエピソードとかも面白かったですけどね、獅子文禄作品で、そのまあそのうちその原作も買ってみたいと思います。まあ今日はこれあたり見るかな。島の背広の親分集あたり見ようと思うんですけどね。川島雄三作品ってさ、前まとめて見たんですけど結構忘れてるな。なんか映像のやつってどうしても忘れちゃうんですよね。ってことでしたかね。なんか久しぶりだな、久しぶりにこういう、でもこの世界もやっぱ慣れだろうからちょっと慣れていきたいんですけどね、なかなかその戸惑いがありますね、どうしても。茨の道だよな、本当に。
そのやり方がいまいち分かってないところが最大の問題点な気がしますけどね。どうなんでしょうか。それでなんだ。なんだなんだ。まあ前は例えば面白かった動画紹介とか、面白かったニュースとか、その社会なんか世の中のニュースとかをやっていこうかな的に思ったんですけど、まあそれはそれで自分がやることもないかなって気もするしね。まあいろいろ大変なんですよまあ皆さん大変なんでしょう、なんでしょうけど、大変な時代になってしまったってことだよね何つうのかね、やっぱり高齢化社会、少子高齢化社会の問題がこうだんだん出てきたってことなんでしょうかね。もうこっちとらねヘロヘロなんですよヘロヘロだよって思いませんかとにかく寝て痛いよもうってことを、弱音を吐く必要もないんだけどね弱音を吐く必要もないんですけど、まあまた、近日中にやろうと思いますので、箱根がいいか箱根か伊豆に行きたいんですね。とりあえず行きたいと思います。なんだかだらけた配信ですいません、いつも失礼いたします。